現在話題となっている朝ドラ「虎に翼」。このドラマは日本初の女性弁護士であり、家庭裁判所の創設に尽力した三淵嘉子さんの波乱万丈な人生を描いています。特に注目すべきは彼女の再婚相手である三淵健太郎さんとの関係と、その背景にある複雑な家庭環境です。今回はこのドラマの魅力とその深い意味について詳しく探っていきましょう。朝ドラ虎に翼は日本初の女性弁護士であり、家庭裁判所の創設に尽力した三淵嘉子さんの波乱万丈な人生を描いた作品です。このドラマは視聴者に深い感動と共感を呼び起こし、多くの人々に愛されています。まずは主人公である三淵嘉子さんのプロフィールと彼女の人生がどのようにドラマに反映されているかについて見ていきましょう。三淵嘉子さんは1902年に東京で生まれました。彼女は幼少期から強い正義感と知識欲を持ち、女性がまだ教育の機会に恵まれなかった時代においても勉学に励むことを諦めませんでした。彼女の父は銀行員であり、その後は宝石会社の重役を務め、教育の重要性を説く人物でした。その影響もあって嘉子さんは学問に対する情熱を抱くようになりました。大学に進学した嘉子さんは法律を専攻し、日本初の女性弁護士としての道を歩み始めます。当時女性が法律の世界に進出することは非常に珍しく、多くの困難が立ちはだかっていました。しかし嘉子さんはその逆境にも屈せず、弁護士としての資格を取得します。その後彼女は戦争で最初の夫を失うという悲劇に見舞われますが、それでもなお自らの信念を貫き続けました。虎に翼では嘉子さんが戦争で夫を失った後、一人で子供を育てながら弁護士としてのキャリアを築く様子が詳細に描かれています。彼女の強い意志と正義感は多くの人々に感銘を与え、特に女性視聴者にとっては大きな励みとなっています。ドラマの中で嘉子さんは家庭裁判所の創設にも尽力し、家庭内の問題を法的に解決するための新しい制度を構築していきます。家庭裁判所の創設は嘉子さんのキャリアの中でも特に重要な業績です。彼女は家庭内の問題を法的に解決することで子どもたちの福祉や女性の権利を守るために奮闘しました。この過程で彼女は多くの反対や困難に直面しましたが、その度に持ち前の強さと知恵を発揮し、道を切り開いていきました。また、ドラマでは、嘉子さんの個人的な生活や感情面にも焦点が当てられています。彼女は再婚相手である三淵健太郎さんと出会い、新たな家庭を築いていく過程で、様々な困難に直面します。健太郎さんの子供たちとの関係や、新しい家族としての生活において、嘉子さんは多くの試練を経験しますが、その一つ一つが彼女の成長と家族の絆を深める重要な要素となっています。このようにして描かれる三淵嘉子さんの人生は単なる成功物語ではなく、人間としての強さや弱さ、そして家族との絆を深めるための努力と愛情を描いたものです。虎に翼は彼女の生き様を通じて多くの視聴者に希望と勇気を与える感動的なドラマです。嘉子さんの物語を知ることで、私たちもまた自分の人生に対する新たな視点を得ることができるでしょう。三淵嘉子さんと三淵健太郎さんの出会いは裁判所での勤務を通じてでした。嘉子さんは戦争で最初の夫を失い、その後も一人で子供を育てながら弁護士としてのキャリアを築いていました。彼女の強い意志と正義感は同僚や上司たちからも高く評価されていました。そんな中、彼女は健太郎さんと出会います。健太郎さんもまた前妻と死別し、4人の子供を育てるシングルファーザーでした。彼も弁護士としての優れた才能を持ち、最高裁調査官として活躍していました。
人は共に法律家としての仕事に情熱を持ち、互いの働きぶりに尊敬の念を抱くようになります。特に家庭裁判所での仕事を通じて、お互いの信念や価値観が重なることに気づきます。ある日、健太郎さんが担当していた裁判で、よし子さんが補佐として関わることになりました。この裁判は非常に難しい案件で、両者の意見が対立する場面もありましたが、それがかえってお互いの考え方を理解するきっかけとなりました。仕事を通じて深まる信頼関係は、やがて友情へと発展し、その友情が次第に恋愛感情へと変わっていきました。二人は仕事の合間を縫って食事を共にするようになり、家庭や子供の話をすることが多くなりました。健太郎さんの子供たちに対する深い愛情と責任感に触れ、よし子さんは次第に彼に惹かれていきました。同時に健太郎さんもまたよし子さんの強さと優しさに心を打たれ、再婚を考えるようになります。しかし、二人が結婚を決意するまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。特に健太郎さんの子供たちが新しい母親を受け入れることに対して不安を抱いていました。よし子さんはこの新しい家族とどのように向き合うべきか悩みながらも、子供たちとの信頼関係を築くために努力を惜しみませんでした。彼女は子供たち一人一人と向き合い、彼らの気持ちを尊重しながら新しい家庭の形を模索していきました。また健太郎さんの父である初代最高裁判所長官との関係も重要な要素でした。彼の影響力は絶大であり、その期待とプレッシャーは健太郎さんだけでなく、よし子さんにも大きな影響を及ぼしました。しかし、二人は互いに支え合いながら、その重圧に立ち向かい、家族としての絆を深めていきました。このようにして、よし子さんと健太郎さんは再婚し、新しい家族としての生活をスタートさせました。二人の出会いから再婚に至るまでの過程は、ドラマの中で非常に感動的に描かれており、視聴者にとっても共感を呼ぶ内容となっています。彼らの物語は、困難を乗り越え、家族としての絆を築いていく姿を通じて、多くの人々に希望と勇気を与えることでしょう。三淵よし子さんと再婚相手の三淵健太郎さんの背景は非常に興味深く、ドラマ「虎に翼」の中でも重要な要素として描かれています。特に健太郎さんの家系は日本の法律界において非常に影響力のある存在であり、この背景がよし子さんに与える影響も大きいです。三淵健太郎さんは日本の初代最高裁判所長官を務めた三淵忠彦さんの息子です。三淵忠彦さんは日本の司法制度の発展に多大な貢献をした人物であり、その影響力は計り知れません。健太郎さん自身も父親の影響を受けて法律家の道を選び、最高裁調査官としてそのキャリアを積んでいました。彼の家庭は常に法律と密接に関わっており、その中で育った健太郎さんは法律に対する深い理解と強い信念を持っています。このような家系との結婚はよし子さんにとっても大きな挑戦となりました。彼女は戦争で最初の夫を失い、一人で子供を育てながら弁護士としての道を歩んできた強い女性ですが、健太郎さんとの結婚によりさらに大きな責任と期待を背負うことになりました。特に三淵家の伝統と期待に応えることが求められる中で、よし子さんは自分自身の信念を貫くことが重要でした。再婚相手である健太郎さんは前妻と死別しており、4人の子供を持つシングルファーザーとしての生活を送っていました。彼の子供たちはそれぞれが異なる性格と背景を持っており、新しい母親であるよし子さんを受け入れることに対して最初は抵抗感を示していました。特に長男の一郎さんは父親に対する強い尊敬と忠誠心から、新しい母親を受け入れることに対して複雑な感情を抱いていました。よし子さんはこの新しい家庭での生活において、
健太郎さんの子供たちと自分の子供を含む家族全体を一つにまとめるために非常に努力しました。彼女は子供たち一人一人と向き合い、彼らの気持ちを理解しようと努めました。また家庭内での摩擦を解決するために自らの法律知識と経験を生かし、公平で公正なアプローチを取ることを心がけました。よしこさんの強い意志と愛情によって、次第に子供たちとの信頼関係が築かれていきました。健太郎さんの子供たちとの関係だけでなく、よしこさん自身も三淵家の伝統と期待に応えるために、様々な努力を重ねました。彼女は、法律家としてのキャリアを続けながら、家族の一員としての責任も果たすことを目指しました。その中で、彼女は自分自身の信念と家族の期待とのバランスを取りながら、強い女性としての姿を貫きました。虎に翼では、こうしたよしこさんと健太郎さんの家庭内の挑戦と成長が感動的に描かれています。視聴者にとって、彼らの物語は、家族の絆や信頼関係の重要性を再認識させるとともに、困難を乗り越えるための勇気と希望を与えてくれます。よしこさんと健太郎さんの再婚の背景とその影響は、ドラマの深いテーマの一つとして、多くの人々の心に響くことでしょう。再婚後、三淵よしこさんは新しい家庭での生活に直面し、多くの挑戦を経験します。特に、三淵健太郎さんの子供たちとの関係構築は大きな課題でした。彼の子供たちは、前妻の死後、父親との絆を深めるために必死に努力してきましたが、新しい母親を迎えることに対して複雑な感情を抱いていました。このような状況で、よしこさんは彼らの心を開き、信頼関係を築くために様々な方法を試みました。最初の挑戦は、日常生活の中での小さな摩擦から始まりました。子供たちはそれぞれ異なる背景と性格を持ち、新しい家庭環境に馴染むのに時間がかかりました。よしこさんは、彼らの気持ちを理解し、受け入れることが重要だと感じました。彼女は、毎日子供たちと一緒に時間を過ごし、彼らの話を聞き、個々のニーズに応じた対応を心がけました。例えば、長男の一郎さんには、父親の期待に応えたいという強いプレッシャーがありましたが、よしこさんは彼を励まし、自分の道を見つける手助けをしました。一方で、よしこさん自身も新しい役割に適応するために努力しました。家庭内での役割分担や家事の管理、そして子供たちの教育に関わることは、弁護士としてのキャリアと並行して行う必要がありました。よしこさんは、仕事と家庭のバランスを取るために、スケジュールを厳密に管理し、効率的に時間を使う方法を模索しました。その結果、彼女は次第に新しい生活リズムを確立し、家族全員が協力して家庭を作り上げる体制を築き上げました。特に印象的なのは、よしこさんが家庭裁判所の創設に尽力していたことです。彼女の経験と知識は、家庭内での問題解決にも役立ちました。例えば、子供たちが意見の対立や感情のすれ違いを経験した際には、よしこさんは公平で公正な方法で話し合いの場を設け、全員が納得できる解決策を見つける手助けをしました。これにより、子供たちは自分の意見を尊重されると感じ、家庭内での絆が深まっていきました。また、よしこさんは家族全員で過ごす時間を大切にしました。週末には一緒に出かけたり、特別なイベントを計画したりすることで、家族の絆を強めました。特に、家族全員が一緒に食事をする時間は、日々の出来事を共有し、お互いの理解を深める重要な機会となりました。こうした努力の積み重ねが、家族全員の信頼関係を築き上げ、より強い絆を形成することにつながったのです。このようにして、三淵よしこさんは再婚後の家庭内の挑戦を乗り越え、新しい家庭を築き上げました。彼女の強い意志と愛情、そして公平な姿勢が、
家族全員にとっての支えとなり、家庭内の問題を解決する鍵となりました。虎に翼では、よしこさんの奮闘と成長が感動的に描かれており、視聴者にとっても深い共感を呼ぶ内容となっています。彼女の物語は、困難を乗り越えるための勇気と希望を与えると同時に、家族の大切さを再認識させることでしょう。朝ドラ、虎に翼は、三淵よしこさんの生涯を通して、家族関係の再構築、女性の社会進出、そして裁判所内の人間関係を描き出しています。このドラマは、ただの歴史物語ではなく、多くの視聴者にとって現代にも通じるテーマを提供しています。まず、虎に翼が描く家族関係の再構築は、現代の視聴者にも強く響くテーマです。三淵よしこさんが健太郎さんと再婚し、その子供たちとの関係を築く過程は、多くの家庭が直面する課題を反映しています。特に、ステップファミリーとしての挑戦は、親子間の信頼関係やコミュニケーションの重要性を強調しています。よしこさんが子供たち一人一人と向き合い、彼らの気持ちを理解しようとする姿は、多くの親にとって模範となるでしょう。また、女性の社会進出というテーマも、現代社会において非常に重要です。よしこさんが戦争後の困難な時代においても弁護士としてのキャリアを築き、家庭裁判所の創設に尽力した姿は、女性がどのようにして社会で活躍できるかを示しています。彼女の強い意志と信念は、多くの女性にとって大きな励みとなり、自己実現のための勇気を与えるでしょう。このドラマは、女性の権利や地位向上の重要性を訴えるとともに、性別に関係なく誰もが自己実現を追求できる社会の実現を目指しています。さらに、裁判所内の人間関係や法律の役割についても深く掘り下げています。よしこさんと健太郎さんが共に法律家として働きながら、家庭裁判所での業務を通じて様々な問題に対処する姿は、法の重要性を改めて認識させます。特に、家庭裁判所が家族内の問題を法的に解決する場として機能することの重要性を描くことで、法が社会に果たす役割やその必要性を強調しています。視聴者は、法に対する理解と尊重を深めるとともに、法が人々の生活をどのように支えるかを学ぶことができるでしょう。このドラマは、家族の絆や社会的な課題に焦点を当てることで、視聴者に深い感動と共感を与えることが期待されています。三淵よしこさんの人生を通じて描かれる困難や挑戦、そしてそれを乗り越える姿は、多くの人々に勇気と希望をもたらします。また、彼女の物語は、家族や社会においてどのようにして互いを支え合い、成長していくかを考えるきっかけとなります。虎に翼は、その豊かな内容と感動的なストーリーによって、視聴者に対して深い意味を持つドラマとして広く支持されています。このドラマを通じて、多くの人々が家族の大切さや社会での自己実現の重要性を再認識し、日常生活においてもその教訓を生かしていくことができるでしょう。いかがでしたでしょうか。虎に翼は、家族関係の再構築や女性の社会進出、そして裁判所内の人間関係を深く描いた感動的なドラマです。三淵よしこさんの生き様を通じて、多くの人が勇気と希望を得ることができるでしょう。これからも彼女の物語に注目し、ドラマを楽しみましょう。